マーン・シングは、北インドのラージャスターン地方、アンベール王国の君主。マーン・シング一世とも呼ばれる。ムガル帝国の武将であり、各地の大使を歴任した。アンベール王国の君主でありながら、ムガル帝国の内政にも参与し、皇帝、アクバルのニュー兄弟ミールザー、アジーズ皇家などと共に行為を左右するほどの力を持った。1550年12月21日。 後のアンベールをバグワントダースの息子として生まれた。彼はムガル帝国の皇帝となるアクバルよりも8歳、若かった。祖父のビハーリーマルがムガル帝国の皇帝アクバルに侵入したことにより、マーンシングも帝国に仕える身となった。これによって、マーンシングは帝国の宮廷に出資した。若き日のマーンシング・アンベール王国など数多くの ラージプーと諸王国がムガル帝国に侵入する中、メイワール王国だけは侵入しなかった。アクバルがその首都チットオルガルを陥落させた後もウダイプルを首都に抵抗を続けた。そのため、マーン・シングはアクバルの命により、メイワール王、プラタップ・シングと戦うこととなった。彼はメイワール王、プラタップ・シングの息子アマル・シングとやりとりを行い、 帝国への侵入を促したが、身を結ぶことはなかった。1576年初頭、アクバルは、アジュメールに進軍し、マーンシングに5000気を率いて、メイワール王国へ遠征するように命じた。プラタープシングはこれを予想しており、王国の全領域を荒廃させていた。その上、丘陵地帯のすべての峠は要塞化されていた。同年、マーンシングは、ハルディガーティーの地で、 プラタープシングと激突した。メーワール軍は奮戦し、一時は帝国軍を混乱に陥れた。だが、アクバル自身が率いてきた援軍が到着し、不利を悟ったプラタープシングは、アラーバリー山脈地帯へ逃走した。この後、プラタープシングは、正々堂々の戦いを挑まず、ゲリラ戦を展開して抵抗した。ハルディー・ワーティーにおける敗戦は、 プラタップシング自身の戦意を弱めることはなかったが、独立を守るという大義はすでに失われ、ラージュプートの大部分は帝国に基準していた。マーンシング1580年、ベンガルとビハールにおいて、アクバルの弟ミールザー・ハキームを支持する勢力が反乱を起こした。アクバルは、ベンガルとビハールの反乱を制圧した一方で、マーンシングと共にハキームの本拠地であるカーブルへと、 向かった。アクバルはインダス川を越えた後、マーンシングをカーブルに向けて送った。この方を聞くとハキームはカーブルを捨てて逃げ、1581年8月10日にアクバルはカーブルへと入った。アクバルはシュトファテープルシークリーに帰還する際、マーンシングをカーブル大衆に任命し、この地域の統治に当たらせた。1585年、アフガン系。 ユース不在部族が反乱を起こした。その鎮圧に向かったビールバルは翌1586年に死亡した。そのため、アックバルはトーダルマルを新たに送り、マーンシングにこれを援助させた。また、この年にはカシミールの征服が行われ、これはマーンシングの父、バグワントダースに委ねられた。マーンシングは父の援助もしたが、 ラホールとカーブルにおける大砲の技術をアンベールへと持ち帰った。アクバル時代のムガル帝国百5 8 8年、マーンシングはビファール大主に任命され、オリッサ地方の征服に取り掛かった。当時、この地方にはクルダー王国とアフガン勢力が拡挙していた。この間、百八十九年十二月十日に父で、あるアンベールをバグワンとダースが死亡し、 マーン・シングがその王位を継承した。また、アクバルからは、ミール・ザ・ラージャの称号を賜った。1590年、マーン・シングは、オリッサへの遠征を開始したが、8月15日に、アフガン側のナーシル・ハーンが、帝国の主権を受け入れたため、軍を引いた。ナーシル・ハーンは、ベンガル大主に任命され、その後2年間は帝国に忠実であった。だが、 1592年にナーシル・ハーンは帝国に反旗を翻したため、マーン・シングは打って出て4月9日にミドナープルでナーシル・ハーンの軍勢を破った。1593年、マーン・シングはクルダー王国を征服し、この年までにオリッサはムガル帝国領となった。オリッサは帝国の州となり、ベンガル大衆の管轄に置かれた。 マーン・シング1594年3月17日、マーン・シングはベンガル大使に任命され、1598年までその職にあった。この頃までにマーン・シングは定刑賞に関与するほどの数少ない有力な貴族となっていた。マーン・シングは皇帝の乳兄弟ミールザー、アジーズ皇家と共に、サリームが君主にふさわしくないと主張し、その息子、フスローを、 直皇帝に押した。フスローの母は、マーンシングの妹マンバーイーであり、彼にとっては老いにあたる人物であった。すでに、マーンシングの妹マーンバーイーは、サリームの暴虐に耐えきれずに自殺していた。そのため、マーンシングはサリームを個人的に恨んでいたという。晩年のマーンシングベンガル大主の地位にあった、マーンシングは、フスローをベンガルへと連れて行こうとした。だが、 サリームは、フスローがベンガルに行けば、皇帝に祭り上げられるのではないかと心配し、アーグラに止めておいたため、実行には移せなかった。1605年11月10日、マーンシングは再び、ベンガル大使として任命され、同地に赴任したが、1606年9月2日には、クトゥブティーン、ハーン公家と交代となった1611年、デカン方面において、 アフマドナガル王国の最小マリクアンバルの抵抗が激しくなり、ハーンデシュやベラールにその余波が来ると、ジャハーンギールはマーンシングにその制圧に向かわせた。1614年7月6日、マーンシングはアフマドナガル王国との交戦の最中、デカンのアチャルプルで死亡した。王位は息子のバーウーシングが継承した。ありがとうございます。